どうも、よいひょけです。デジタルデビルサーガーアバタルチューナーの実況フルです。ポイント 1361F の攻略。さあ、やりますかね。なんか落とし穴がたくさんあるってことはね。うん。とりあえず2つ目の曲がり角を、行く。うん。ここは直進で OK だな。てか、これ一通なんだ。うん。一通だ。コミュニタ仕掛けだ。さあ、絵がかかってるかどうかチェックしながらですよね。前回よく見てなくて、引っかかってしまいましたが。とりあえずそこ危ないね。多分ね。ここも通れないだろうな。いや、ダメだ。くそ、やり直しか。なんとかならないかい？これは、無道。あ、コードの順番を変えましたね。あの、バフォメットがいるんでね。ここ多分落とし穴でしょ。複数いるってことはもう確実にだ、あ、偽物ってことだよね。あ、いや、でもやった。来てよかったんじゃないこれ。で、この階層の、あ、これ1万5000円とか売れるやつだね。やった。さあ、戻ってきたぞ。とりあえず、そこの角の、そっちは多分ダメなんだね。で、この先もダメだから、こっちが正解か？うん、そこは多分通れないですよね。戻したら、だいたい穴開いてるもんね。だ、この先を行くか、それと右に行くか。まずこっちを見る。ん？あ、ダメなんじゃない？それまた。だね。またやり直しか？仕方ない。またやり直し。大変だぞ。おお、でも回復あるじゃない。回復じゃなかった。なんかあるじゃない。まあ、念のためブレイクだな。あとはオートで。うん。2回投げれば倒せるか。なるほどね。複数出た時はやばいな。あ、よし。なんか落ちて正解なんじゃないかって気してきたな。はい、また戻ってきた。じゃ、つまり、その左か。この左でしょ。これは、マハラギオン。うん。なんかさっきと似たようなパターン。あと音。回復を。こっちだろうな。そうだよね、多分ね。さあ行ってみる。大丈夫？うん、とりあえず先進めるか。さあ行ってみよう。はい、これ直進だね。一応こっち見てみる。まあ、こんなになってんだね。その先にある絵は絶対 NG でしょ。それ絶対 NG。でも、落ちたら落ちたらでいいことありそうだけどね。割とね。ここは、うん、直進だね。フォーモリアか。こいつは眠らして。いただきまーす。さあ、ここ開けちゃって OK なはずだ。うん。とりあえずそこ直進危なそうだな。ってことはこっちだな。うん。常に注意しながら。王子に注意しながら。いや、しかしこれ戻ってきたぜ。どっかでミスっているのか。どうする？ちょっと待って。落ちる気はないみたいなとこあるのかな。さあどうするかな。そこ落ちちゃっていいのか。
これは真ん中サイミガス、マハラギオン。あ、ビビらないな。そうか、パワーウェーブで。もう先多分ダメだよね。まあでも落ちてみるか。あ、いや大丈夫だよ。え、それ本物なのかな。え、これ本物？本当？いや、待って待って。え、どうするどうする。通れたってことは本物か。あ、本物だ。声が聞こえる。そう、思い伝えに来たよ。オタクのことなんざ眼中いねえってさ。そうか、姫はそこまでありがたいことだ。はい、旅のご人、どうか私の思いも姫に伝えてくれまいか。伝えとくよ。国を支えるあなたの力と優しさに敬意を超えた思いを抱いております。国が安定した暁にはあなたの好きな浜辺海岸でも2人で散策に参りましょう。なるほどね、海岸ね。さあ、そっさけ絶対ダメだよね。ってことはここも落ちるだけかな。でも落ちるか。落ちたらなんかアイテムあるかもしれないし。これは次へ回す。マハラギオン。ビビらないか。まあいいか。お、ミスったな。落ちちゃうよ。またノイズあるかな。はい、ない。あえていうわけで戻ってきましたね。これなんか伝えればいいのかな。嬉しいってさ、なんでこんなことやんなきゃいけないのかっていうスタッフたちの心に疑問符が疑問符がよぎる。はい、道中を塞ぐものを取り出す。あ、はい、ありがとうございます。海岸がどうのこうのとか言うのはなんかね、選択肢また選ばされるみたいな感じじゃなかったね。これマップのさ、これ右翼、まあ全然行ってないけど必ずしも行かなくてもよかったってことですね、きっとね。ただし地下にはまだ宝箱ある可能性ありということですね。セールとかあるんじゃないかって気がするんで、行ってみたい気持ちもありますけども。さあ、これ真ん中催眠ガス、マハラギオン。ビビるかな。お、ビビらないか。食べちゃう。あと音。まあ、こまめに回復はすると。ここは、あ、黄色の壁があるな。あ、そっちにもある。黄色の壁は壊せないな。あ、なんかあるよ。お、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 ほめーんって言ってるぞ。のこのこ張ってる、ここで張ってるのこと来ると思った方。ボス&バットをすでにてっぺんまでひととび、持ちのローン、あの黒は、ん、告発なオンも一緒の方。読みづらい。あ、歌を聴きますか。じゃあせっかくなんで聴いとく。ヒーホー、歌聴きますか。じゃあやめとく。もアウトアウトって言ってるね。戦闘だろ、早くしな早くしな。丸かじりね。おおおお、でもこれ弱点は丸分かれじゃん。とりあえずなんかかけるか。いや、でも次回そう。弱点はね、あ、ちょっと待って、もしかしてサーフに集中しているか。なるほど。まあいいや。じゃあ物理だ。左からなんとなく落としていきたいか。うん。じゃあここは、
変わるか。あ、結構強いかもしれないな。うん、お、なんかいってるよ。やばい、このままじゃ俺たち丸かじり。お、メデュラマだ。メデュラマ持ってるのか。かすれもしない。なんかエリセズビって言ってたな。どういう意味だろう。とりあえず次回すか。ここはパワーウェブかける。回復でも入れた方がいいな。メディア入れますね。パワーウェブ、エリセズビって何なんだ。気になって眠れない。眠れないけどさ、今は。なかなか倒れないな。メディア入れ続けよう。次へ回す。紛らおう。よし、倒した。マインドチャージ。なるほど。火炎ブレイクを入れられる。ヒートさんにするべきかな、これ。どうする、めんどくせえか、いいか。チャンスを与えない。そしたら、あ、もう軽くいいか。ブフーラ、アキトブフー、サーフで持たせたんで若干こうね、非効率でしたね。これ決まるでしょ。105ダメージって結構でかいな。で、アギラを入れる。あ、間違えた、間違えた、アギラ超えちゃった。やばい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 ぞ。いかんいかん。ブフ、ブフかけないと、ブフ。何をしているのか。ブフーラ、あ、待って、マハブフラインじゃないですか。マハブフラかけられるじゃん、ここで。そういえばリンケージもあるのか。使っていこう、リンケージ使っていこう。マハブフーラ物理、よし。ちょっと操作ミスありましたけど大丈夫でしたね。やれやれ。うん、シットシット。あれ、生きている。ひとまずここは退散法。あれ、また戦うのかな。バカバカ。でも中身、あのごついおっさんなんだろう。非法制度チームと。やったー。売るのもったいないな。あ、だめだ。HP 大丈夫だね。よし、じゃあ先吸いますと。うん、端末ありますね。音楽の調子もちょっと違うぞ。あー、ティンカーベルいるな。あ、館内放送。姫が良い王子に恋していたように、実は悪い王子も姫を強く思っていました。悪い王子は姫の良い王子への興味をそらそうとたびたび二人の邪魔をします。けれど、いくら邪魔をされても姫の心は決して良い王子から離れることはありませんでした。はい、なんだって。まあいいや。じゃあ、こっちを打とうか。さあ、とりあえずこの先行けそうもない。で、ティンカーベルがいるから、話聞いとくか。あ、違う、ティンクルベルだった。ティンカーベルってあれかな？なんか商標登録とかされてて使えないのかな？邪魔者からしてお姫様の思いを良い王子様に届けようです。各部屋にはお姫様と良い王子様の像が向かい合わせに立ってるんだけど、二つの間には必ず悪い王子様の像があってお姫様の思いを邪魔してるの。部屋には像の他に鏡もあってお姫様と像と鏡はスイッチで動かせる。うまくスイッチを操作して思いを良い王子様の元へ届けてあげて。思いっていうのはこう物理的に遮断できる世界なんだね。さすが、ポイント136。謎の遺跡だけなことはある。
今回落とし穴なしですかね。でもハブフラーだな。うん、おゲールさんの胃袋に。いやでも悪いもんだった悪かった。腐ってましたね。腐ってましたさて、うん、まあ、とりあえず来ましたけど、鏡ってのはこれのことか。調べる。動きそうにない。それ宝箱？鍵がかかっている。とりあえず箱があるね。悪い王子ってのはこれのこと。これはなんだ。ちょっと待って、箱の中身は取れないのか。これのスイッチを押せばいいのかな。あ、違うのか。うん、姫の像と良い王子の像を遮るように立っている。じゃあこれ押してみる。え、これ動かしたとかしょうがないんじゃないのって気がするけど、まあじゃあ押してみる。これ押したとこは全然意味ないよねこれ押さないといけないんじゃないの。あ、これだ。左のスイッチ、右のスイッチ。じゃあ右。あ、なんか偶然うまくいった感じか。あ、これ通れるか。はい。ああ、旅の方、私の思いを届けてください。ありがとう。お礼にこの部屋にある宝箱の鍵を開けて差し上げますわ。うん、じゃあもらうもんもらって退散。その2つか。何があるんだ。オーガニックセル。あ、やったー。セール本当ありがたいよな。このゲームあれだねばっか切れるね本当に AP 貯めるよりもマッカ貯めることの方が大変なんじゃないのこれ。とりあえずここにはもう用はなさそうだ。そしたら向こう側に渡るのかな。うん、それ多分なんかね、左からこうかがんでいけばいいんじゃないかっていうのは多分できないんだろうねだからこっち帰りますか。ここかな。とりあえず落とし穴がないんで楽かもしれんね。さて、うん、じゃあまたこれを幹で動かしてみるか。あ、ダメだ、そっちに王子がいるからダメなのか。今度は逆側に動かすのか。まあさっきと同じパターンじゃないんだろうね。とか左に動かしてみる。で今度はこれを動けないのか。これ動かないんだ。え、ってことはこれじゃダメなんじゃない。そうだよね。ってことは悪い王子自体動かないのかな絶対。でこれ右にしないといけないってことなのか。うん、こいつにはスイッチないみたいだな。だから次今度はこれを動かすってことか。そうすると今度はこれを動かせば OK か。なかなか思いを届けるの大変だね。はい、治ったみたいだね。
あ、でもなんかさらにまた、はい、ありがとうございます。じゃあもらいますかね。扉がそっちだから一個だけかな、ここは。あ、いや、二つあるか。まあ、たまにはこういうの悪くないですね。あ、ノイズだ。始める前は、ええーと思ってたけどさ。やってみると、割と楽しいかもしれないね。お、やったセルダ。メガテン3のさ、例のパズル。みたいなのがストーリーに組み込まれてたらクリアできないけど。これは火炎ですよね。ハラギオンと。お、美味しく召し上がれ。うまそう。おー、あれだ。冷たくてうまくて、あ、と思ったらお腹壊した。冷たいもの一気に食べるとお腹壊すよね、それはね。まあ、いいか。もったいないからさ。まあ、いいか。面倒なんで。いいか。だからね、あんまり AP がもったいないとかって考えないと良さそうですね。結局マックがもったいないとかっていう方向で考えた方がこのゲームは良さそう。だから節約するのであればターンだね。少しでも成績が良いように操作するってことの方が多分ねいいんじゃないかなっていう。これはやたら複雑だね、今回。これどこに届けるの？これ？暗雲が立ち込めている。なんかこういうキノコあるよね、わかります？なんか網状のさ、なんかおどろおどろしいキノコありますよね。だいぶ煩ってる感じだね、ここで。なるほど。まあ、とりあえずまあ、やってみることやね、考えるよ。もう、こういうものは試行錯誤の連続ですよね。じゃあ、左から試してみますかね。うん。なるほど。ここを動かしても、おそらくは、って感じか。まあ、でも試してみるか。まあ、どんな風に動くかもわからないし。これはやっぱダメなんだね。なるほど。そうするとどこを動かすのが一番いいかって話か。そこは動かない。消去法で考えるとここ動かない。これ動かせばまた展開もあるか。うん、そのここは動かない固定だから。なるほど。今度はこれを動かしてみるか。はい。あ、これを動かしたらダメだな。じゃあ今度これを動かせばいいか。お、うまくいったね。あ、うつも治った。 ET も治った。はい、ありがとうございます。そこだ。それか。ノイズありがたいね。使い道考えないとね、そのうち。あ、もう一個あるか。で、ぶっちゃけセルの方が嬉しい。200万マックぐらいで売れるセルとかないんですかね。さあ、収録時間33分ですね。まあでもまあ相当編集も入ってるだろうけど、次の回に行ったあたりで終わりにする。いや、ここに端末があるので、ここで終わりにしちゃいますか、今回は。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。